砂糖の結晶グルコースとフルクトースの二糖類である、スクロース単糖類、フルクトース、グルコース、ガラクトース二糖類、スクロース、マルトース、ラクトース諸島を酵素的に分解してできる加糖と、ブドウ糖の混合物は、砂糖より甘みの強い甘味料として使われる砂糖は、甘みを持つ調味料である。物質としては、糖の結晶で一般に多用される。 白砂糖の主成分はスクロースと呼ばれ、これはブドウ糖と火糖の両方で構成される。原料はサトウキビや天才である。砂糖の歴史は古く、その発明は2500年前と考えられている。インドからイスラム圏とヨーロッパへ順に伝播してゆき、かつては植民地に開拓されたプランテーションで多数の奴隷を刺激して生産された。 19世紀末になると、高級品ではなく、一般に普及する食品となり、20世紀以降になると、生産過剰から、地球規模で、生産調整が行われるようになった。砂糖の有害性については、昔から、様々な研究者が指摘している。現代では、砂糖は、疾病の原因になるという意識が強まり、国によっては、肥満税や砂糖税を導入するなど、 砂糖消費の削減が進んでいる。収穫後、処理過程前の砂糖きび砂糖きびの茎を細かく砕いて、汁を絞り、その汁の不純物を沈殿させて、上積み液を取り出し、煮詰めて結晶を作る。伝統的な製法では、柿梅に含まれるカルシウム等のミネラル分が、電解質となり、コロイドを凝集させるため、柿殻を焼いて粉砕した柿梅を、 神殿除剤として加える例もある。煮詰めてできた結晶と結晶にならなかった溶液の混合物を遠心分離器にかけて素糖を作る。素糖の表面を糖密で洗った後、さらに遠心分離器にかけて結晶と糖密を分ける。その結晶を温水に溶かし、不純物を取り除き、ファインリカーにする。それを煮詰めて、 結晶を生じさせ、真空状態の下で糖液を濃縮する。結晶を成長させた後、再び遠心分離器にかけて、現れた結晶が砂糖となる。光合成において、飽和点が高いため、他の植物よりも多く、糖質を生産できる。天才の昆布天才の根を千切りにし、温水に浸して、糖分を溶け出させて、その糖液を煮詰め、ろ過して不純物を取り除く。 真空状態の下で糖液を濃縮し、結晶を成長させた後、遠心分離器にかけて現れた結晶が砂糖である。砂糖の原料となり得る天才のベータブルガロシド、類には、小腸でのグルコースの吸収抑制等による、血糖値上昇抑制活性が認められた。砂糖界での幹に穴をうがち、そこから樹液を採集する。その樹液を煮詰めて濃縮したものが、 メープルシロップである。これをさらに濃縮を進めて個体状になったものがメープルシュガーである。なお、糖分がやや低いものの日本に自生するイタヤカエデからもメープルシュガーを作ることは可能であり、終戦直後の砂糖不足の時代に東北や北海道で製造が試みられたことがあるが商業化ベースには乗らずに終わった。大木屋市は東南アジアから インド東部にかけて栽培されている。樹液からパームシュガーが作られる。また、それを発酵させて酒を作る。モロコシ属のうち、糖分を多く含むものの総称でアメリカ合衆国を中心に栽培されている。煮詰めてソルガムシュガーを作ることもできるが、グルコースやフラクトースを多く含むため結晶化させ、くく。 結晶糖の収量としては、砂糖キビや天才に劣るため、シロップの原料として使用されることが多い。バイオエタノールの原料としても多く利用されている。絞りカスなど、複製生物の年間排出量は、世界中で約1億トン以上で、製糖工場自身の燃料として利用されるだけでなく、石灰分を多く含むため、製鉄、化学工業、 大気汚染防止のための肺炎脱流剤、上下水の浄化、河川海域の水質提出の改善、農業用の土壌改良剤として使われる。搾りカスの一部は、堆肥として農地に還元されるほか、キクラゲの菌床栽培の培地原料としても、利用される。天才の搾りカスは、牛の飼料として、サトウキビの搾りカスは、紙の原料としても使われる。 砂糖キビの原産地は南太平洋の島々で、そこから東南アジアを経て、インドに伝わったとされるが、インド原産という説も強い。砂糖の歴史は古く、約2500年前に、東、インドで砂糖キビの絞り汁を煮詰めて砂糖を作る、方法が発明されたと考えられている。例えば、カウティリアにより、紀元前4世紀後半に書かれたとされる、 サンスクリットで書かれた古典、アルタシャーストラには、純度が一番低い具だ、キャンディの語源とされる、カンダ、純度が最も高いサルカラの3種類の砂糖の説明が記載されている。サルカラは、英語の、シュガーやフランス語の、シュクレの語源になった。また、パタンジャリが、紀元前400から200年の間に書いたと、 推定されるサンスクリット文法の解説書、マハーバー社には、砂糖を加えた、ライスプディングや、発酵飲料の作り方が記載されている。砂糖は、病気による衰弱や、疲労の回復に効果があるとされ、薬としても用いられた。当時は、インドの塩と呼ばれ、塩と関連付けられていた。ダレオス一世は、インド遠征の際に、砂糖キビをペルシアに持ち帰り、 国家機密として輸出と栽培を独占した。その後砂糖キビは戦乱とともに国会方面やペルシャ湾岸、中東一帯に広がっていった。フェニキア人や古代エジプト人は砂糖を香辛料や生薬として扱った。中国での砂糖製造の歴史は古く主に関東地方で行われていた。東大の本蔵学者、祖隆氏の博物史には体操は 砂糖の製造技術を学ぶため、竜、特に、モキトに職人を派遣したと記述されている。古代ギリシャのテオフラストスは、植物学概論で、足から取れる蜜について書き留めている。そしてアレクサンドロス3世がインドに遠征した。また、帝政ローマ時代のギリシア人医師、ディオスコリデスは、砂糖をサッカロンと呼び、考察を行った。 プリニウスやストラボン以後のローマ時代の学者はこれに習った。記録によれば12世紀頃のヨルダンからヨーロッパに派生した輸送状態の塩水系生成砂糖、シュガーローフ。購入者は刃先のついたニッパーで切りながら消費した。シュガーニップススウェーデンのシュガーローフボックス966年、ベネツィア共和国が中東から来る砂糖を 貨物集産所に通して流通させる仕組みを作った。11世紀末に十字軍がサトウキビをキプロスに持ち帰った。まず14世紀にはシチリアで、ついで15世紀初頭にはバレンシア地方へ栽培法が伝播し、地中海周辺がサトウの生産地となった。しかし、この十五世紀からは大西洋の探検が少しずつ始まり、スペインがカナリア諸島で、 ポルトガルがマデーラ諸島とアゾレス諸島でそれぞれ砂糖キビ栽培を始めた。この島々からの砂糖は1460年代にはヨーロッパへ輸出されており、シチリアやバレンシアでの砂糖生産は競争に敗れて衰退した。新大陸の発見によってまず最初に砂糖の大生産地となったのはブラジルの北東部だった。1530年代に サトウキビ栽培が始まり、1630年にレシフェを中心とする地方がオランダ領となると、さらに生産が促進された。しかし1654年にブラジル北東部が再びポルトガル領となると、サトウキビ生産者たちは技術を持ったまま、カリブ海のイギリスやフランス領に移民し、1650年代からはカリブ海域において、 大規模な砂糖プランテーションが相次いで開発され、この地方が砂糖生産の中心地となった。砂糖プランテーションには多くの労働力が必要だったが、この労働力は奴隷によって賄われ、アフリカから多くの黒人奴隷がカリブ海域へと運ばれた。ここで奴隷船は砂糖を買い付け、ヨーロッパへ運んで工業製品を購入し、アフリカで奴隷と交換した。 この三角貿易は大きな利益を上げ、この貿易を握っていたイギリスは、これによって産業革命の原資を蓄えたとされる。またこれらの西インド諸島の農園主たちは、本国議会に議席を確保するようになり、18世紀には西インド諸島派として保護貿易と奴隷制を主張する一大勢力を成していた。1764年に、 イギリス本国議会において可決された佐藤法は、営領以外から輸入される佐藤に課税するもので、税収増と、西インドの佐藤業保護を狙ったものだったが、アメリカの13植民地の反対を受けて、撤回を余儀なくされた。しかし、佐藤法は始まりに過ぎず、1765年の飲酒法や1770年のタウンゼント、 処方によってアメリカ植民地の支配が強化されると植民地の不満は爆発しアメリカ独立戦争へとつながっていくことになった。18世紀後半にはフランス領サンドマングが世界一の砂糖生産地となったが1804年のハイチ革命によりハイチが独立すると支配者層が追放されて農園は黒人に分配され砂糖生産は一気に衰退した。 一方、1747年にドイツの科学者アンドレアス・マルク・グラーフが天才から砂糖と同じ成分を取り出すことに成功した。1806年から1813年の大陸封鎖による影響でイギリスからヨーロッパ大陸へ砂糖が供給されなくなった。そのためにナポレオンが砂糖の自給自足を目的として天才に注目し、 フランスやドイツをはじめ、ヨーロッパ各地に、天才糖業の大規模生産が広まり、製糖業が発達した。ナポレオン戦争後砂糖の供給が元に戻っても、天才の増産は続いた。インドの砂糖キビプランテーションインドの砂糖生産量は、世界でもトップクラスだが、中国のように国内だけで消費され、輸出されることは、ほとんどないその一方で、砂糖キビからの砂糖生産も、 増加の位置図をたどった。19世紀に入ると、イギリスは、インド洋のモーリシャスや、南太平洋のフィジーにも、砂糖キビを導入し、プランテーションを建設した。すでに奴隷制はイギリスでは廃止されていたため、ここでの主な労働力は、同じイギリス領のインドから呼ばれた、インド人であった。そのため、現在でもこの両国においては、インド系住民が多い。 やがてオーストラリアのクイーンズランド州でも生産するようになる。19世紀末の国際価格低落による砂糖消費の増加は、非アルコール飲料の消費増加と気を一にしている。砂糖入り飲料とパンの組み合わせが、庶民の安く手軽な朝食として取り入れられ、一般的なものとなっていったのである。日本には、奈良時代に、岩人によって伝えられたとされている。 中国において、製刀技術が伝播する以前は、砂糖は、シロップ状の糖蜜の形で使用されていた。唐の体操の時代に、西方から製刀技術が伝来すると、持ち運びが勘弁になった。当初は輸入でしかもたらされない貴重品であり、医薬品として扱われていた。平安時代後期には、本像和妙に見られるようにある。 程度政党の知識も普及し、お菓子や贈答品の一種として扱われた。室町時代にはいくつもの文献に、砂糖羊羹、砂糖まんじゅう、砂糖飴、砂糖餅といった砂糖を使った和菓子が見られるようになってくる。何、砂糖とつくことからも、調味料としての砂糖は当時としては珍しいものだということがわかる。狂言、武士の中でも新重されている。 日民貿易も解禁政策の影響を免れなかった。コンペ平糖。戦国時代に宣教師によって持ち込まれた砂糖菓子の一つであるやがて戦国時代に南蛮貿易が開始されると宣教師たちによってコンペ平糖が持ち込まれ、さらにアジアから砂糖の輸入が盛んになり、徐々に砂糖の消費量は増大していく。江戸時代初期。 薩摩藩支配下の琉球王国では、1623年に、義馬新庄が部下を、民の復讐に派遣して、砂糖キビの栽培と黒糖の生産法を学ばせた。帰国した部下から得た知識をもとに、砂糖生産を奨励し、やがて、琉球の特産品となった。江戸時代には、海外からの主要な輸入品の一つに砂糖が挙げられるようになり、 オランダや中国の貿易船がバラスト代わりの底にとして大量の砂糖を出島に持ち込んだ。この頃日本からは大量の金、銀が産出されており、その経済力をバックに砂糖は高値で輸入され、大量の砂糖供給は砂糖を使った和菓子の発達をもたらした。しかし17世紀後半には金銀は枯渇し、金銀流出の原因の一つとなっていた。 砂糖輸入を減らすために、江戸幕府の将軍、徳川義宗が琉球から、砂糖キビを取り寄せて、江戸城内で栽培させ、砂糖キビの栽培を奨励して、砂糖の国産化を目論んだ。また、食産工業を目指す各藩も、価格の高い砂糖に着目し、治療内で栽培を奨励した。特に、高松藩主、松平頼康が、砂糖キビ栽培を奨励し、 天保期には国産白車等流通量の6割を占めるまでになった。また、高松藩はこの頃は三本の開発に成功し、高級座等として現在でも製造されている。こうした動きによって19世紀に入ると佐藤のかなりは日本国内で賄えるようになった。天保元年から3年には大阪での取引量は輸入等430万金と、 国産党2320万金、合わせて2750万金となり、さらに幕末の慶応元年には、その2倍となっていた。一方、この頃大阪の住者である、中井理賢は、著書、老馬神の中で、佐藤の害を述べ、佐藤暴国論を唱えた。また、江戸幕府も、文政元年に、佐藤木備の作付け制限を布告したが、 実行は上がらず砂糖生産は増え続けた。江戸時代、砂糖の流通は砂糖問屋が行っていたが、幕府崩壊とともに独占体制が崩れ、明治時代には自由な流通が行われることとなった。明治時代初期、鹿児島県徳之島における砂糖製造は、下の図に示す手順で行われた。サイパン島の砂糖を公園に現存する。 松江春地蔵日清戦争の結果として、台湾が日本領となると、台湾総督府は東京を中心とした開発を行った。また、第一次世界大戦の結果、日本の委任統治領となった南洋諸島のうち、マリアナ諸島のサイパン島、テニアン島、ロタ島でも南洋強発による大規模な砂糖キビ栽培が始まった。これに伴って、 日本には大量の砂糖が供給されることとなったが、沖縄を除く日本本土では、砂糖きびの生産が衰退した。しかし、台湾や南洋諸島での増産によって、生産量は増大し続け、昭和に入ると、砂糖の自給を、ほぼ達成した。一方、北海道においては、明治初期に、天才の生産が試みられたが一度失敗し、昭和期に入って、 やっと商業ベースに乗るようになった。この砂糖生産の拡大と生活水準の向上によって、砂糖の消費量も増大し、1939年には一人、あたり砂糖消費量が 16.28kg と、戦前の最高値に達し、2010年の消費量とほぼ変わらないところまで消費が伸びていた。 しかしその後、第二次世界大戦の戦況の悪化に伴い、佐藤の消費量は激減し、1945年の敗戦によって、佐藤生産の中心地であった、台湾や南洋諸島を失ったことで、佐藤の生産流通は一時代打撃を受け、1946年の一人、あたり消費量は 0.20kg まで落ち込んだ。その後、1952年に、 砂糖の配給が終了して生産が復活し、日本の経済復興とともに再び潤沢に砂糖が供給されるようになった。砂糖主要消費国の年間消費量推移2000から2016。単位は1000トン。世界総生産量は右側のメモリ。主要生産国と主要消費国における砂糖生産と消費の比較。2015年。単位は1000トン。 日本軍がフィリピンを占拠した結果、アメリカに対するフィリピンからの砂糖輸入が途絶えたため、キューバの生産量は1939年の300万トンから1947年の650万トンにまで増加した。1948年フィリピンからアメリカへの輸出が再開されると市場に、フィリピン産が大量に出回り、アメリカで新たな砂糖法が施行されたこともあり、 キューバは再び減産を強いられた。1953年、新たな国際座頭協定が生産割当を策定した。1968年から欧州域内で生産調整する佐藤クオータ制度がスタートした。EU とアメリカの貿易摩擦により、この制度は1981年から欧州の補助金付き対米輸出を裏付けるものとして、 機能するようになった。同制度は2017年9月末をもって廃止された。佐藤の生産量は増加しており、1980年代には年1億トン前後であったものが2000年代には年1.4から1.5億トン程度になっている。全生産量のうち約30%が貿易で取引される。生産量の内訳は、 砂糖キビによるものが約70%、天才によるものが約30%である。砂糖キビからの砂糖の主要生産国は、ブラジルインド、中国であるが、ブラジルは中国の約3倍の生産量、インドは中国の約2倍の生産量である。天才からの砂糖の主要生産国は、EU 各国、アメリカ合衆国、ロシアである。一方、 輸出国は主要生産国とは異なっている。これは主要生産国のかなりが生産量は多いものの国内需要を満たすことができないことによる。世界最大の輸出国はブラジルであり2008年には2025万トン、世界の総輸出量の59.6%を占め圧倒的なシェアを持っている。ついでタイが510万トン。 オーストラリアが389万トン、グアテマラが159万トン、南アフリカが80万トンと続く。砂糖は様々な工業製品の原料として利用されている。オリゴ糖やパラチノース、食品添加物の初糖脂肪酸エステルは砂糖を原料として製造されており、着色料としてのカラメルも砂糖を原料とする。また、ポリウレタンやポリエステル。 プラスチックの原料としても利用されている。近年では石油に代わる燃料としてバイオエタノールが注目された。そこで砂糖キビや天才がバイオエタノールの製造に多く使用された。糖分を多く含む過食部分を醸造原料に使う限りエタノールは食料と競合するため2007年から2008年の世界食料価格危機の主因となった。なお、 バイオエタノール製造に不可欠なのは糖分であって、砂糖キビや天才由来でなくても良い。砂糖の日本国内消費、生産は1995から2004年度の10年間平均値では、国内総需要は年230万トン、国産量は年83万トンである。年ごとの動向を見ると、総消費量は、 1985年には1人当たり2 1 9ラムだったものが2010年には1 6 4ラムと大きく減少してきたがここ数年は下げ止まっている状態である日本で販売されている砂糖は賞味期限が記載されていない理由は食品衛生法や JAS 法で賞味期限の表示を免除されているためである一部のメーカーでは 代表的な長期保存の可能な食品である缶詰の賞味期限に倣う形で製造後3年に設定していたことがあった。長い賞味期限は在庫を膨張させている。南北に長い日本列島は砂糖キビの栽培に適したア熱帯と天才栽培に適した冷帯の両方が存在する。国産量は微増傾向にあるが、それは主に天才等の増加によるもので、 砂糖キビ島は、微減傾向にある。砂糖キビの主たる生産地は、沖縄県や鹿児島県で、戦前は他に台湾とマリアナ諸島で砂糖が大量に生産されていた。天才の生産地は主に北海道である。日本の輸入はタイが約4割、オーストラリアが約4割、南アフリカが約1割をそれぞれ占め、この3カ国で9割以上の輸入をまかなっている。 主要国の2014年国民一人1日あたりの砂糖消費量は以下のようである。日本は先進国の中では非常に少ない方である。砂糖の製造工程様々な種類の砂糖。未期兼砂糖の種類と特性より引用し、改変砂糖は製造法によって含む密糖と分密糖とに大きく分けられる。 含む蜜糖は糖蜜を分離せずにそのまま結晶化したもので、黒砂糖、白砂糖、カソナード、和三本、ソルガム糖、メープルシュガーがこれに当たる。糖蜜を分離していないため原料本来の風味が残るのが特徴である。ほとんどの製糖原料から作ることができるが、天才から砂糖を作る場合は高度な生成が必要なため、含む蜜糖の製造は、 一般的ではない。これに対し分蜜とは、文字通り糖蜜を分離し糖分のみを生成したもので、一般的に使用される砂糖である。まず原料から、ある程度の生成を行い、砂糖を作成する。砂糖は、生成糖の原料であり、不純物も,も多くそのままでは食用に適さない。このため、生産地の近くでまず一次生成を行って、砂糖を作成した後、 貨物船に積み、消費地の近くで二次生成を行って、商品として流通する生成糖が作られる。しかし、生産地で祖糖を経由せず直接製造する高知白糖や祖糖工場に生成工場を併設して、産地で生成した最終製品まで製造する高知製糖といった種類も存在する。氷砂糖生成糖は、大きくザラメ灯、車糖。 加工糖、液糖の4つに分類される。ザラメ糖は、ハードシュガーとも呼ばれ、結晶が大きく乾いて、サラサラした砂糖であり、グラニュー糖、白相当、中相当がこれに属する。なお、一般的には、白相当と中相当を指して、ザラメという。白相当を白ザラメ、中相当を、木ザラメとも言う。一方、車糖は、ソフトシュガーとも呼ばれ、結晶が、 小さく、しっとりとした手触りのある砂糖で、上白糖、三温糖がこれに属する。液糖はその名の通り、液体の砂糖である。また、ザラメ糖を原料として、角砂糖、氷砂糖、粉砂糖、下流上糖の加工糖が製造される。日本においては最も一般的な砂糖は、上白糖であり、日本での消費の半分以上を占めるが、上白糖は、 日本独自のもので製造・消費されるのも日本であり、ヨーロッパやアメリカ合衆国ではほとんど使われない。世界では砂糖といえばグラニュー糖を指す。1970年代後半にはクロマトグラフィー加糖濃縮技術の出現で異性加糖の大量生産を可能とした。異性加糖の消費が増加し、砂糖の消費を減少させた。 砂糖は単に食品に甘みをつけるためだけではなく、食品に様々な効果を与えるためにも利用される。日本料理においては、料理の差しすせその一つに数えられ、中心的な調味料の一つとなっている。これは、醤油、塩、砂糖による組み合わせを基本とする料理が多いことによる。一方、西洋料理や中華料理においては、砂糖を大量に使う。 料理の方が少ない。国立健康栄養研究所によれば飲料に含まれる砂糖の量は次のようである。文部科学省によれば菓子類に含まれる砂糖の量は次のようである。英国政府によれば食品に含まれる砂糖の量は次のようである。料理にも砂糖は含まれる。ただしレシピごとに異なる。次の数字は一例である。なお、 みりん大さじ1杯は、酒大さじ1杯と、砂糖小さじ1杯で代用できる。人の胃は1分間に、約3回ほどのペースで動いている。東京大学が行った実験で、胃に糖が入ると、胃の動きが止まることが判明した。被験者に砂糖水を飲ませると、数十秒間胃腸の動きが完全に静止し、逆に塩水を飲ませると、胃腸の動きが急に活性化した。 量的には、角砂糖の1、4から5分の1個くらいで起こる。糖分は、唾液、胃液、腸液で5.4%糖腸液として、消化吸収され、大量の糖分を摂取すれば1時間以上にわたって、停滞が起こるとされる。糖を摂取すると、細胞の動きが緩慢になる反応について、東京大学は、糖反射と名付けたが、 その詳細なメカニズムについては解明されていない。糖は細胞に対して絶縁物質として作用し、神経信号の伝達を阻害するのではないかと考えられている。糖分は、静脈の痴漢をもたらすとともに、血液粘土を上げ、血流の値滞が起こり、組織や静脈に老廃物が蓄積することで様々な病気が発症することがある。 日本に栄養学を創設した最期のは内務省衛生局栄養と思考にて栄養研究の大いに進歩しているアメリカでは三白の災いとして白パン、白砂糖、白い乳子を売れているが我が国でも三白の代わりてそれは白い米、白砂糖、白い味付けの粉がそれであると述べている1939年には桜沢五一が 佐藤の毒と肉食の害を表している。独立行政法人のお畜産業振興機構は、佐藤の悪影響についてと、佐藤の安全性を強調しているが、佐藤の摂取と、疾患や行動の変容との相関を示す、数々の調査結果が出ている。1775年、イングランドの医師で、生理学者、マティウ・ドブスンは、糖尿病患者の尿が甘いこと。 その甘みの物質の正体は砂糖であることを突き止めた。1776年、ドブスンは自身の臨床経験について発表した。スコットランド出身のグニ、ジョン・ロロは、ドブスンの研究を参考に糖尿病患者のための食事療法を考案し、糖尿病を患っていた陸軍将校二人に肉と脂肪が多く炭水化物が少ない食事を処方した。ロロは、 糖尿病を治療するにあたって炭水化物が少ない食事を奨励した最初の人物であると説明されている。1797年、ロロはアンアカウントオブツーケンシーズオブザダイアビーティーズメラトスを出版した。二つの事例のうちの一つでは、この食事を処方された結果、232ポンドあった体重が減少し症状が解消され、 血糖値と尿糖の濃度が低下したという。1856年、フランスの医師で、生理学者、クロード・ベルナールは、パリで、糖尿病についての講演を行っていた。イングランドの医師ウィリアム・バービーは、ベルナールによる講演を聞いていた。ベルナールは、肝臓の機能について、肝臓が、ブドウ糖を酸性して分泌することや、糖尿病患者の血中では、 ブドウ糖の濃度が異常に上昇している種子を説明した。ベルナールの講演を聞いたハービーは糖やデンプンを含まない動物性食品による食事をとると糖尿病患者の尿中への糖の排泄が抑制される事実に考えを巡らせこれが体重を減らす食事法としても機能するかもしれないと考えた。ハービーは 糖やデンプンを含む食べ物は動物を太らせるために使われる。糖尿病になると体から脂肪が急速に減っていくことがわかる。肥満の進行の仕方は様々であれ、その原因は糖尿病に行き着く点に思い当たった。もしも動物性食品が糖尿病に対して有効であるなら、動物性食品及び糖やデンプンを含まない植物性食品との組み合わせが 過剰な量の脂肪の生成を抑制するのに役立つ可能性があると記述した。ハービーは自身の友人の一人でロンドンで葬儀屋をやっていたウィリアム・バンティングに砂糖やデンプンを含まない食事法を教えた。バンティングは自身が太りすぎていただけでなく体の随所で発生していた深刻な不調にも悩まされていた。ハービーから この食事法を教わり、実践したバンティングは、体重を減らし、体の不調も回復していった。1863年、バンティングは、公開書館、レターオンコルピュレンス、アドレスドツーザパブリックを出版した。この公開書館は、間もなく、ベストセラーとなり、複数の言語に翻訳された。後に、バンティングの名前から、バントは、 食事療法に励むを意味する動詞として使われるようになった。バンティングという言葉は、ウィリアム・バンティングの毎日なんで使われるようになり、スウェーデン語にも輸入されて使われるようになった。英語辞典のメリアム・ワイブスターでは、バンティングについて、肥満対策としての食事療法で、炭水化物や甘い味付けの食べ物を避けると定義している。 アメリカ合衆国アリゾナ州に住む先住民族。ピマ族は肥満や糖尿病の患者数がとても多い民族である。1850年代までのピマ族は狩猟採集生活を送っていた。獲物を捕らえて殺してその肉を食べ、領内を流れる平川に生息する魚を食べていた。カリフォルニア州にてゴールドラッシュが始まるとアメリカ連邦政府は ピマ族に対して食料を提供するよう依頼した。ピマ族はサンタフェの馬車道を通ってカリフォルニアに向かう旅行者数万人に自分たちの食料を提供し続けた。だがイギリスからの白人の移民とメキシコ人が移住し始めると彼らは平川の水流を自分たちの畑に引いて迂回させた。ピマ族たちの獲物である鹿やアンテロープといった。 動物たちは、この移住者たちによって、ほぼ絶滅させられた。1850年以降、ピマ族の居留地には6つの交易所が開設された。狩猟採集生活が不可能となった。ピマ族は、その交易所から、砂糖、コーヒー、缶詰を購入するようになった。彼らは、アメリカ連邦政府からの配給食に頼るようになるが、この配給食の大部分は小麦粉であった。 少なくとも、100年前までのピマ族にとっては、かなりの摂取量となる砂糖を含んでいた。ピマ族の大多数は、肥満になり、糖尿病を患うようになった。1901年から1905年にかけて、フランク・ B ・ラッセルとアロイス・フェルディナント・ハルドリチカ、それぞれ二人の人類学者が、ピマ族の元を訪れた。ラッセルとハルドリチカが訪問した頃のピマ族は、 作物を可能な限り育ててはいたが、この時点で政府からの配給食に頼っていた。彼らが食べているものの中には、明らかに太らせるものがあるようだとラッセルは記録した。ハルドリチカは、ピマ族が心もとない状態にある点を考慮すれば、彼らは痩せているはずだ、と考えた。ハルドリチカは、彼らの肥満の原因について、食べ物は明らかに間接的なものだと記録し、 ピマ族が太っているのは運動不足が原因だと考えた。一方で同地域に住むプエブロ族は昔から座りがちの生活を送っていて痩せている点に気づいたハルドリチカは困惑していた。狩猟採集生活を送っていた頃のピマ族は食料が豊富にあり、1日の労働時間は現在よりも少なかった。 政府からの配給食に頼るようになってからの方が、運動量は多く、労働時間は長く、食べる量も、はるかに少ない。19世紀半ばのピマ族の健康状態について、1846年に、アメリカ陸軍部隊が、ピマ族の土地を通過した際、部隊に従軍していた、月会のジョン・グリフィンは、活発で良好、素晴らしい健康状態と評し、貯蔵庫が溢れるほどに、 食料が豊富にあると記録した。アメリカ国境委員会長官のジョン・バートレットは、1852年に、ピマ族において、女性は、胸が発達し、体は細身であり、男性においては、体はひょろ長く、四肢は細く、胸板は、狭いと記録した。北極圏に住むエスキモーたちは、動物の肉と魚、及びその脂肪を食べて生活してきた。 西洋との交易が始まり、小麦粉と砂糖を食べ始めるようになってから、彼らは、肥満や糖尿病を患うようになっていった。炭水化物及び砂糖を食べて、血糖値とインスリンの濃度が高い状態になると、インスリンは腎臓に対して、ナトリウムを再吸収せよという信号を送り、腎臓は、その指令の通りに動く。インスリンは、尿酸の分泌を阻害し、 それに伴って、体は水分を保持しようとし、血圧は上昇する。一方、食事を終えて時間が経過したり、糖分が少ない食事をとったり、長時間絶食すると、血糖値と血中のインスリンの濃度が低下する。血中のインスリン濃度が低下すると、腎臓は貯蔵していたナトリウムを、体内に溜まった余分な水分と一緒に体外に排出する。 これは人体にとって有益な現象であり、炭水化物の摂取を制限すると血圧は低下し、高圧剤の服用回数を減らせる。体重が200ポンドあり、炭水化物を増殖している人が、その摂取制限を開始すると、体から減少する余分な水分量は、最大で6ポンド以上に達する、可能性がある。英語圏においては、シュガーアディクションという言い方が広まっており、 砂糖に対する欲求や、砂糖を多く含んだものが止められないという砂糖に、対する渇望感は、中毒症状の一種であり、その中毒症状を引き起こすのは砂糖であるという、見方が広まっている。アメリカ合衆国の歯科医師ウェストン・プライスは、狩猟採集生活を送っている集団の食生活についての研究をまとめた、報告書、食生活と体の対価。 先住民の伝統食と近代食その体への驚くべき影響の中で砂糖を食べるようになってから虫歯を患ったり栄養不足に伴う病気が増えたと述べている。イギリスの生理学者栄養学者ジョニー・ユドキンはミネソタ大学の生理学者アンセル・キースと砂糖死亡論争を繰り広げた。この論争では心臓病を引き起こす原因は 脂肪分にあるというキースの主張が通り、ユドキンの砂糖が原因であるとの主張は通らなかった。その後、アメリカ合衆国政府は、脂肪の摂取を減らし、炭水化物の摂取を増やせと国民に呼びかけたが、肥満、糖尿病、心臓病を患う国民の数は増え続けた。ユドキンは、著書、ピュア、ホワイトデッドリーの中で、肥満や、 心臓病を引き起こす犯人は砂糖であり、食べ物に含まれる、脂肪分は、これらの病気とは、何の関係もないと断じている。ユドキンの主張を支持する者の一人として、カリフォルニア大学の神経内分泌学者、ロバート・ラスティグがおり、カリフォルニア大学が制作、公開したラスティグによる、講演、シュガー、ザビター・トゥルースの中で、砂糖は毒物であり、人を肥満にさせ、 病気にさせる、砂糖の含有量が多いものには課税すべきだと断じており、著書、ファットチャンスの中でも、そのように主張している。また、砂糖はカロリーがあるだけで、栄養価は皆無であり、肥満をもたらすだけでなく、タバコやアルコールと同じように中毒性が強く、含有する成分の過糖が内分泌系に、悪影響を与え、心臓病や心臓発作、 二型糖尿病を発症するリスクを高めるとして砂糖の含有量が多いものには課税すべきであるとの主張を科学雑誌シネイチャー氏に発表した。ラスティングのこの主張に対して砂糖を使う商品を作る企業や業界団体が一斉に反論する事態となった。サイエンスジャーナリストのゲアリー・タウブスは2016年に出版した著書 ザケースアゲンスとシュガーの中で、砂糖は中毒性の強い薬物の一種であり、人を肥満にさせるだけでなく、新疾患の原因でもあり、健康を脅かす肥満とは、体がホルモン障害を引き起こした結果であり、そのスイッチを入れるのは砂糖であると断じている。また、砂糖は肥満、糖尿病、心臓病、メタボリック症候群を引き起こす原因であり、 これには、インスリン抵抗性が関わっている。砂糖は、インスリン抵抗性の直接の原因となる。インスリン抵抗性は、癌の原因となると断じている。カナダの腎臓内科医、ジェイソン・ファンも、砂糖の摂取は、血糖値及び、血中のインスリン濃度を速やかに急上昇させ、その状態を長時間にわたって持続させ、さらには、インスリン抵抗性をも同時に引き起こす。 砂糖や人工甘味料は、インスリン抵抗性を引き起こす、直接の原因となる、どれくらいの量なら、砂糖を摂取してもいいかというのは、どれくらいの量なら、タバコを吸ってもいいのかという質問と同じである、砂糖を食べると太る。この事実にことを唱える者はいないだろう、太りたくない、体重を減らしたいのなら、真っ先にやるべきなのは、糖分を厳しく制限することであると断じている。 ふう、FAO は、レポート、食事、栄養と、慢性疾患の予防という報告書の中で、食事中の総熱量に占める糖類の摂取量を10%以下に、すべきだと推奨している。なお、日本人の食事摂取、基準推定エネルギー必要量の10%を、糖類をすべて砂糖に換算した場合、成人で、約50から 70g 程度の量に相当する。 2014年、世界保健機関は肥満と高校の健康に関するシステマティックレビューをもとに、佐藤の摂取量を、これまでの1日あたり10%以下を目標とすることに加え、5%以下では、さらなる利点があるという佐藤のガイドラインの計画案を公開した。具体的には、佐藤の摂取量は、1日に、ティースプーン6杯分以内に抑えることとしている。 2016年10月、世界保健機関は、清涼飲料水に課税することで、同飲料水の消費を削減でき、肥満と苦型糖尿病を減らし、虫歯も減らせるようになると発表した。2017年3月、イギリスで、2020年までに、市場から年20万トンの砂糖を減らすために、ガイドラインを作成し、飲料水は砂糖への課税により、また食品では、 シリアル、ヨーグルト、ビスケット、ケーキ、クロワッサン、プリン、アイス、お菓子、調味料から砂糖を減らすように推奨し、同国は砂糖税を導入した。アメリカの消費者団体は、消費者は、糖分を多く含む食品の摂取を控えなければ、ならない。企業は、食品や飲料に加える糖分を減らす努力を、 しなければならないと主張し、FDA へソフトドリンクの容器に健康に関する注意書きを表示し、加工食品と飲料により良い栄養表示を義務付けるよう請求している。アメリカでは、肥満対策のため、公立学校で砂糖を多く含んだ飲料を販売しないように合意されている。アメリカでは、マクドナルドやペプシコをはじめとする11の大企業が、12歳以下の 子供に砂糖を多く含む栄養価に乏しい食品の広告をやめることで合意している。イギリスでは2007年4月1日に砂糖を多く含む子供向け食品のコマーシャルが規制された。2011年4月28日、アメリカ食品薬品局、アメリカ疾病対策センター、アメリカ農務省、連邦取引委員会の4機関は、 肥満増加の対策として、子供に販売する飲食品の指針として、加工食品1食品あたりの上限を、飽和脂肪酸 1g、トランス脂肪酸を 0g、砂糖を 13g、ナトリウムを 210mg とした。ありがとうございます。